属部署のでの、に仕事の内容なんですが、自分が今あの、まあ、フロントとレストランで、働いております。普段話すする日本語と、現場で、使う日本語は全く違うです。おもてなしの仕事に対して、使う敬語、尊敬語を、まあ、今のところあの、まあ、毎日あの勉強したり、分からないことを先輩に聞いたりして、できるように、なった、まあ、なりましたけど、まだ不安が少し残して、日本についてには自動車の整備知識を自分の、中で増やしていきたいと、後輩たちに簡単な言葉でも説明して、一人でできるように教えてあげたいと思います。自分 の、 整備する技術知識とか、自分 の、 スピードやクオリティを高めていきたいと思います。やはり一番はご来店いただいたお客様に安心して笑顔でお帰りいただけることだと思っています。現在約50名ベトナムの技能実習生の管理をしています。でももしかしたら日本人ではない外国人が会社に入ることで、今までとは違う新しい、新しい何かが生まれるかもしれません。マイナスのことばかりではなく、プラスのことも考えてみてください。そしてその新しい何かは、日本人の皆さん少しだけ心に余裕を持って私たちに接してくれたら生まれてくると思います。外国人は日本で当たり前のことを知らないのこともあります。そして日本語が上手でも慣れるまでに時間かかるかもしれません。でも母国を離れて日本に来た私たち外国人は、日本人に負けないぐらい力を持っていると思います。